灰蛇。彼もメビウスが作った生命体の一つだけど、あなたたちはどうも違うように見える。灰蛇。あれは博士が作った、初めて自分の意志を持つ人造生命体。初めてだから欠陥があるのは普通だよ。欠陥？詳細は私もよく知らない。私の誕生は灰蛇よりずっと後のことだから。でも博士はこう言った。灰蛇の意識の中で人類が持つ一部の本能が大きくなっていると。例えば生存本能とか。わからない。それに関する記録はデータに入っていなかった。灰蛇は実験室のメンバーじゃないから、私たちの前に姿を見せることは滅多にない。だから観察する機会もなかった。じゃあクライン、あなたにもそれと似たようなことがあるの？いや、博士は灰蛇にあったアクシデントを再現しようとしたけど、出来上がったのは変わったものばかりだった。だから私に対して博士が残してくれたのは空白のみだけど、そのせいで私とありのままの人類の共通点は灰蛇のようにそう多くはないのかもしれない。え？灰蛇は実験室に戻るたびに少しずつ変化があった。それがあるからこそ彼はより人類に近いように感じた。そして私にはそういうことは一度もなかった。それは多分あなたは最初から人類だからよ、クライン。ああ、そうだ。僕も覚えているよ。その後、彼は。本当か？僕の印象とは全然違う。本当さ。それで。ではまた今度話そう、ケビン。ああ、また。ねえ、ケビン！今、何の話をしていたの？楽しそうだったわね。過去の話だ。過去の話ね。何か？スーと話してるあなたはなんだか別人みたいよね。私が知ってるあなたよりもずっと明るくて優しい気がする。それが最初のあなただの？千葉学園の王子様。僕はずっと僕だ。嘘。さっきはこんなに冷たくなかったのに。はあ、これが男の子たちの友情ってものかしら。羨ましいわ。用がなければ先に行くが。待って、あなたとスーやメイの話をもっと聞かせてよ、ケミン。ケビンってば。スー、あなたとクラインに何かあったの？彼女が姿を見せるまであなたが自発的に誰かに話しかけるところなんて
あまり見たことがなかったけど。悪業だよ。悪業？まさか。スー、あなたは精神感知型融合戦士の特殊なところを教えてくれたわ。あなたたちはどちらかというと思考する敵の相手をするのが得意だと。つまり火を追う側がメビウスを騙している可能性はないかしら。本物のクラインはあなたに。そう考えても構わないよ、来訪者。助けられたのに助けなかった、それはこの手で殺す行為と何の違いがあるというんだ。いえ、クラインを殺した人は彼じゃないわ。クラインがメビウスを殺した時、僕はまだ彼女がすでに大獣律者の個体の一つになっていたことを知らなかった。メビウスを殺した、あの人間だったクラインが。その話は初耳だわ。なるほど。たとえメビウスが生き返る力を持っていたとしても、それが発動するには時間がかかる。道理で彼女もクラインの本当の結末を知らなかったわけね。それ以外の。そう、僕が唯一の目撃者だった。そして僕にできることも目撃することだけだった。僕は別の要件でメビウスの実験室に向かったんだ。けれども部屋に入った時、彼女はすでに血だまりの中で倒れていた。そしてクラインの手はメビウスの体から離れたばかりだった。その時メビウスに対するその殺意がどこから来たのか僕にはわからなかった。火を追う蛾の内部でメビウスの存在を受け入れられない人は少なくはないけれど、クラインは絶対に違う。彼女は数少ないメビウスの本当の理解者だったけど、その時の彼女は崩壊の傀儡だったのね。ああ、それも僕が後になってやっと気づいたことだ。僕は軽率には行動できず、クラインが余計な罪を犯さないように彼女を抑えることしかできなかった。つまりあなたはただの目撃者じゃないってことね。それがクラインに申し訳ない理由だよ。律者になった後、クラインの精神は異常に弱くなった。僕は一瞬で彼女の行動を封じることができた。そして僕がメビウスの状況を確認しようとした時、彼女の死体に異変が起こった。実体のある影が彼女の体から湧き出し、僕が反応する前にクラインの律者コアを飲み込んだ。その時僕はやっとメビウスの本当の力を知ったんだ。生き返るために自分の助手を飲み込んだ。その通り。メビウスの蘇生能力には十分なエネルギーが必要だ。それが彼女の本意じゃないのはわかってる。しかし生物としての本能が
彼女から最も近いクラインを飲み込むことを選択した。何しろあれは崩壊による異能、そしてリツシャコアは最高の養分になる。もし僕がクラインを抑えていなかったら、メビウスの手によって彼女を人間に戻せる機会があったかもしれない。だけどそんなことをしたら死ぬのはメビウス、もしくはあなただったかもしれないわ。わかっているさ。しかしこれはかつての僕が犯した悪行だ。来訪者、君に話したことはメビウスやクラインには言わないでほしい。これは僕一人の悪行だ。彼女たちに受け持ってもらう必要はない。スー、それはあなたのせいじゃないわ。あなたがいなかったらもっと大変なことになっていたかもしれないもの。うん、人の力には限りがあり、運命は決まっている。それは僕もよくわかっている。しかし僕にとってそれは責任から逃れる理由にならないんだ。私のことはまだ覚えてますか？ええ、久しぶりです、ライデン・メイさん。メイでいいです、フワ。メイさん。はい。なんだかすっかりここに慣れたみたいですね。そうかもしれません。一部の変わり者と話すとき以外は。変わり者？メビウス博士のことでしょうか？まだ手術台には上がってませんよね。ええ、どうしてそれを？メビウス博士、彼女は突飛な思考の持ち主で、思いついたことを実行しようとする人なんです。彼女自身の他に誰も彼女の手術を受けた結果を知りません。誰も知りたくないかもしれませんが。だからメビウス博士があなたに何かしたいと言い出したら断った方がいいと思います。強要はしない人ですから。説得されたこともありましたが、その手には乗りませんでした。でもフワの話を聞いて気になってきました。メビウスは一体どんな人なんですか？メビウス博士、私に言わせると彼女はメイ博士と同じ世界に変革をもたらす人です。しかし彼女にとって変革と進歩には残酷さと悪意が必要でした。私はどうしてもそれに同意できませんでした。
新しい来訪者ですか？いえ、私です。待って、フワ、実は過去にあなたと会っています。その時に定期的に記憶を巻き戻すという話を聞きました。そうだったんですね。すみません。以前もそう謝ってくれましたよ、フワ。そうでしたか。フワ、記憶の一部を巻き戻しの影響を受けない部分に移動させることはできますか？状況次第です。本来の目的は記憶の過多による弊害を防ぐためですから、必要な情報のみ保存することは可能です。あなたに教えなければならないことがあるんです。本当のことを言うと、私は本物のあなたを知っています。あなたは素晴らしい人で、そう、ヒーローなんです。スーのところで他の世界の光景を見たということですね。あなたが語る人生、私もかつてそれに似た景色を見たことがあります。しかし、その現実は私のものではありません。私は私、未来の私になるまで未知の距離があります。運命は一つだけ、誰も避けて通れませんから。そんな風に考えてるんですね。でも、よかったです。少なくとも、あなたがどうやって私の知ってるあなたになったのか、それを知ることができました。
あれは権限権ですか？権限権？変わった名前ですね。ただ少し故郷を思い出します。これは支配の鍵。火を追う蛾が普通の兵士の中から融合戦士の適格者を探し出すために作った神の鍵です。メイさんの言った権限権は多分新世代での名前でしょう。融合戦士の適格者を探し出す。ええ、これがあるから私は融合戦士になる機会を手にしました。なるほど。ヨルブンガンドで他の支配の鍵を見たことがありますが、見た目が少し違いますね。メイさんが見た支配の鍵はおそらく使用者の長編因子の影響を受け形が変わったのでしょう。私が持っているこれはその最初の姿です。折れているのにまだ持っているんですね。確かにこれには神の鍵としての価値がなくなりました。ですがこれは私にとって始まりであり終わりでもあるんです。大事なことを思い出すことができます。例えば？例えば崩壊に打ち勝つために私たちはどれほどの代価を支払ったかをです。こんにちは、メイさん。フワ？私のことまだ覚えてるんですか？私が何かを忘れる心配はありません。あなたがここを出るまで私は記憶をリセットするつもりはありませんから。どうして？なんとなくあなたには大事な何かがある気がするんです。今の私はまだその存在が何なのか気づけていません。ですがそれが分かるように精進したいと思います。何せ尽きない時間は今の私が唯一持っているものですから。委員長、融合戦士になるのはとても覚悟のいることですよね。長編手術の副作用、他の人と比べてあなたが受けた影響はとてもひどいもののように思います。大丈夫です。とうになれました。何かを手にするためにはそれと同じ代価を支払わなければいけません。それにこの完全記憶能力を手にしたばかりの頃は実は有益無害だったんです。有益無害ですか？ええ、その後のことを考えないのであれば、どの瞬間も細かく思い出せるのは実に貴重な能力でした。戦闘に関して経験が他の人よりもはるかに大きな役割を果たすようになったこと、多分それが私が英傑になった要因の一つなんだと思います。そうですね。どの戦闘も階層の中で繰り返すことができるのなら確かにより効率よく成長できます。だから今でもそのような症状をただの副作用だとは思っていません。思い出が溢れた時にその重さに耐えられなかったため、これは私に不便をもたらすようになりました。でもエデンにこんなことを言われたことがあります。記憶は時間の概念をなくすと。人は忘れる生き物だからこそ記憶、そして過ぎ去った時間に価値があるのです。
フワ、どうやら記憶体は同じタイミングでここに構築されたわけではないようですね。その通りです。私が古の楽園で構築された時、ここにはスー、サクラ、それからメビウス博士しかいませんでした。しかしそんな状況も長くは続かず、次に新しい記憶体が現れた時には13英傑がほとんど揃っていました。でもそういった場合、何か余計な影響が出たりしないんでしょうか。前々から気づいていたのですが、あなたたちはサクラに何か隠し事をしていますよね。サクラは私たちの中で最も特殊な存在です。事実、古の楽園の記憶体は本人による同期が可能となっています。同期？ええ、精神感知型の融合戦士の力を通して記憶体の状態を本人と同期させることができます。メイさんも気づいているはずです。楽園の記憶体は単なるコピーとは言えません。そういう動機自体、問題を回避するための手段なのです。そしてサクラは英傑の中で最も早く犠牲になったもの。動機ができない状況の中、彼女が持っている情報は他のものと対等ではありません。なるほど。彼女が犠牲になった時のことは、その記憶体を不安定にさせる可能性があると、そう言いたいんですね。じゃあフワ、あなたはどうですか？記憶体の同期をしたことがありますか？したことがあるかもしれませんが、もう覚えていません。
そういえば最近フードを外す頻度が高くなったわね。気に入ってくれたか？二度目は見せないって言ったのに。年下に見えるのが嫌じゃなかったの？まさか。待って、いや別にエリシアの話は気にしていないぞ。まだ何も言ってないんだけど。なら言わなくていい。分かったか？今まであった英傑の中ではあなたが唯一の精神感知型の融合戦士のようね。今の君にとってはそうかもしれない。え？真相というものは時と流れ次第さ。全ての英傑と知り合った時、きっと君も僕がその中の一人に過ぎないという事実に気づくはずだ。それでも精神感知型の融合戦士は英傑の中でも数が少ない方なのよね。その通り。どうして？技術的な問題？それともあなたたちに特別な何かがあるの？両方とも正解だよ。見ての通り、文明が終末を迎えたその時まで僕たちは思考と精神の領域で目覚ましい進歩を遂げられなかった。メスでは思考の奥深さを解明できない。それは僕が典型を選択したきっかけでもある。つまり精神感知型の融合戦士の出現はどちらかというとアクシデントみたいなものなのかしら。ああ、当時の技術では脳の変化を測定すること自体は難しくなかったけど、あのメビウス博士でさえその原理に対する探求を放棄したからね。理由に関しては多分僕たちは崩壊に対して他の融合戦士のように分かりやすい強みを持っていないからだと思う。強み？全ての精神感知型の融合戦士は他人の精神に一定の干渉もしくは侵入する力を持っている。人類と交戦する時ならそれは重要な役割を持つ。ほんの少しただの一瞬でも意識が朦朧とすればそれが勝敗を決したりするからね。しかし崩壊獣や人類以外の敵と直面するときは戦局に決定的な影響を与えることは難しい。力を持て余し使いどころがないんだ。敵と正面から戦うことに向いてないのね。その通りだ。情勢が比較的落ち着いた頃に僕たちは後方で活動する。ごく一部の手術で変化を起こしたものは例外なんだ。かつてある精神感知型の融合戦士は珍しく念力を操る術を身につけていた。彼女が第八律者の件で犠牲になっていなければ英傑の一人になっていたかもしれない。それならスー、あなたも普通の戦士ではないのでしょう？ああ、しかし崩壊と正面から戦える力と比べたら僕に起きた変化なんて話にならないよ。僕が手術を受けた時に死を覚悟していなかったからかもしれない。そうでなければこういう生を貪るような異能を手にすることもなかっただろう。しかし
もし僕がこれ以上の異能を手にしていたら、おそらくメビウスが起こした事故でフアが目にするのは僕の死体だろうな。それも因果の奥深さなのかもしれない。お前が自らここへやってくるとは珍しいな。お前はあの木と同化したと思ってたぜ。というか、あの木がお前の本体か。少なくともお前よりずっと頼もしく見えるぜ。戦後、メビウスが裏で何を計画しているのか、君も気づいているはずだよ。いつも予想の斜め上を行く彼女の目的は、僕たちの想像よりもずっと恐ろしいものなのかもしれない。あの女が何を考えて何をしてるかなんて、俺と何の関係がある。お前はいつも寝ているようなものだから、たまに起きると暇なのか。このまま放っておくと、いつか取り返しのつかないことになる。そうしたら何もかもが遅い。それがここに何度も現れて、あの律者に情報を教える理由か。そんなにメビウスを警戒しているなら、自分でその記憶体を潰せばいいだろう。隠す必要はない。お前にはその力があるはずだ。そうだろう。できないんだ。君も知っているはずだよ、戦後。できないと。お前はいつもそう言うんだな。それでお前はここで高みの見物をして、あの律者に仕事を丸投げするつもりか。メビウスから離れた方がいいと彼女に注意したが、断られたんだ。危険を避けるより彼女はそれと対峙することを選んだ。彼女は優秀でしっかりしている。少しのヒントを与えただけで彼女は真相にたどり着く。彼女ならメビウスには負けないと。釈刀殺人、言うのは簡単だな。それにこんなにも律者を信じるとは、お前の目は節穴か。ああ、お前は目を閉じているもんな。忘れていたぜ。彼女はただの律者じゃないさ。彼女は勇気、決断力、そして意志のある新世代の希望だよ。文明が破滅したとしても、あなたが完全に死ぬことはない。あなたの命は信じられないほど頑丈だってスーが言ってた。彼がそんなに高く評価をするなんて初めて聞いたわ。彼の説教しているような話し方は嫌いだけど、認めざるを得ないわね。この世界のあらゆるものに対して、彼は凡人よりもずっと細かく深く、そして先を見ている。でも残念だわ。彼の私に対する理解も、蛇は死に屈服しない生き物よ。そんなに驚く必要があるかしら。いいえ、私は彼の考えを理解できるわ。もしこの目で誰かが生き返った瞬間を見たら、おそらく私も。いえ、確かに一人だけ
似たようなことをできるけれど、あ、いや、二人、あ、三人だったかもしれない。もういいわ、いい加減にして。不死者のパーティーでもするつもり？いえ、私はただあなたたちの違うところから同じところを探していたのよ。へえ。交換、再構築、復元。私にはそんなことはできないけど、原理ぐらいは理解できるわ。けど他の人たちにとってあなたの蘇生は説明しようがない奇跡みたいなものだった。奇跡？そう言っても間違いはないけど、それは長編手術による副作用よ。私でもどうすれば他の人に似たような力を与えられるのかわからないわ。でも蛇にとって古い殻を捨て新生を迎え入れることは、もともと生命過程の中の小さなエピソードに過ぎない。今ならわかるでしょ。長編手術による副作用は全てが悪いものというわけではないの。以前あなたはこう言ったわよね。小さくなるのも長編手術の副作用だと。あなたが嘘をついていないなら、つまり長編手術は確かにあなたに生き返る力を与えたけれど、代価がないわけじゃない。生き返るたびにあなたの体に一定程度の代価が発生する。少し若くなるというより小さくなる。賢いわね、ラットさん。誰から私の死に関する話を聞いたのかしら。そう、蛇のもぬけのようなものよ。似ているわ、私の生き返る能力は。蛇のもぬけ？その表現は少し適切じゃないと思うのだけど。私の知ってる限り、蛇のもぬけは蛇の成長を意味する。つまり脱皮するたびに蛇は死の終点に近づいている。けどメビウス、あなたの蛇のもぬけは死亡するたびに自分の命を起点に向けて逆流させている。わかりやすい違いよ。それにあなたは火を追う蛾の最初のメンバーだって聞いたわ。たとえあんな時代だったとしても子供を危険な組織に加入させるだなんて考えられない。ならメビウス、その姿になるまであなたは一体何度死を体験したの？それがあなたの聞きたいこと？それならもう帰って、その愚かな質問と一緒にね。答えるつもりはないわ。じゃあ、あの態度からすると私の推測は間違ってないわね。メビウスの蘇生にはある限界が存在するはず。でもそうだとしたら、他の英傑たちはどうして彼女の不死を信じて疑わないのかしら。Thank you.
もう過去の真相を隠したりしないってそう言ったわよね。それは君が真相をどう解釈するか次第だ。火を追うが、それから英傑たちに関することをもっと知りたい。特にメビウスに関することをね。あなたはあまり自分から彼女の話をしない。他の英傑だったあなたと同じように話そうとしない。たまにその話になってもいつも深入りするなと言われるわ。あなたたちの態度、一つの組織にしては異常なほどに冷たいと思うのだけど。友好的な感情はあの終わりかけた時代で崩壊と戦うために必要なものではない。そのことに関しては君も理解しているはずだ。それともこの時代の崩壊はおままごとみたいな態度で対応できるようなものなのか。私はあの時代を経験したことがないからあなたの話に共感はできないけど、崩壊の中でいろんなものを犠牲にしていろんなものを失った人は、ケビン、あなただけじゃないって、そう断言するわ。いい、そういう話をしに来たわけじゃないの。メビウスに関することが知りたい。特に彼女の生と死に関してよ。他の英傑たちの言い方だと、メビウスは本当の死を迎えることはない。きっと他の英傑たちもそれと似た答えを出すだろう。そしてそれが僕の話せる全てだ。やあ。まだいるの？気のせいか、なんだか最近のお前はますます遠慮しなくなった気がするぞ。わからないわ。ここに残って何か企みでもあるの？企みって人を何だと思ってるんだ。私がここにいるのはな、そのお前を手伝うためかな。そんなに迷ってなかったら信じていたかもしれないわ。まあまあ、とにかくお前の邪魔はしないって保証する。それでいいんだろ？私が何をしようとしてるか分かってないのにどうやって保証するの？少なくとも今のところ私たちの目標は一致してるからな。隠された真相を解き明かす。そうだろ？どうしたの？メイ、あなたに会うたびに思わず羨ましいって思っちゃうの。何を？今のメイは美しい少女でしょ？少ししたらあなたは優雅で優しいお姉さんになって、もう少ししたら知的で穏やかな大人の女性になるのよね。ほころびかけたつぼみから咲き誇る大きな花になって、また人を魅了する香りを放つ深い色の花になる。あなたの人生は多種多彩な美しさを経験できるけど、私は違う。私には変わる権利がない。花のように美しいこの瞬間で止まったままなの。冗談よ。でも羨ましかったのも本当。心の問題ってところかしら。
普遍の美しさになれると変化の可能性に憧れちゃうから。たまに私もこう想像するの。もしまだ成長する機会があったなら、私はどんな風に変わるのかなって。メビウスのように逆方向での変化を体験するのもいいかもしれないわね。待って、今逆方向での変化って言ったわよね。わざと子供の姿になったわけじゃないって、メビウスがそう言っていたのを覚えてるわ。それって何かの実験の事故によるものなの？私のことよりメビウスのことに興味があるの？悲しいわ。あなたに一番興味があるわ。それでいいかしら？メビウスのことを教えて。はいはい、もうからかわないわ。確かにその件に興味を持たない方がおかしいもの。私だって当時はメビウスの後ろをついていって何度も聞いたわ。何せ数日ぶりに会った同僚のお姉さんが急に少女の姿になったんだもの。不思議よね。少女？子供じゃなくて？あの時の彼女はいくつか若く見えただけだったのよ。いつも白衣を着てたから他の人たちはその変化に気づいてなかったけどね。でもあなたは気づいた。服装やメイクで年齢はごまかせるけど、みんなを愛しみんなのことをよく見てるこのエリシアをごまかせるわけないでしょ。それにメビウスの変身はあの一回じゃなかったから。彼女が今の子供の姿になった後、いくら鈍感な人でもその異様さに気づいたわ。何があったってみんな彼女に聞いたけど、彼女はただ仕事に影響はないと言ってみんなを追い払ったの。変身？まさか長編因子？私と同じことを考えてる。やっぱり私たちは息ぴったりよね。気になるなら本人に聞いてみたらどうかしら。彼女は賢い人が好きだから、きっとメイの欲しい答えが返ってくると思うわ。典型の刻印。他の英傑の刻印とは微妙に違いがある気がする。力よりも精神的な何かを伝承しているみたい。それは一つの考え、もしくは。そこまで理解してくれたことを僕はとても嬉しく思うよ。多くの人たちの認識の中で力こそ彼らがここで唯一手に入れられるもの。そのせいでかえって迷うことになる。でもあなたはそんな話を自分からしたことがなかったわ。君が求めているのはスーが予見した運命ではなく、ライデン・メイだけが出せる答えだからだ。
その気遣いは理解できるわ、スー。だけど、私にとって、それは、この旅の効率を上げる鍵になるかもしれない。おや、ご多忙の雷電明様じゃないか。なんだ、やっと職場のルールを覚えて先輩のところに来てくれるようになったのか。あなたに聞きたいことがあるの。なあ、少しは私に合わせようと思わないのか。今度はなんだ、言ってみろ。あなたは現実でメビウスに会ったことがないって言ったわね。けど、単に会ったことがないなら、それに含まれる状況はあまりにも多いわ。数ヶ月前まで、ヨルムンガンドのメンバーがケビンに会ったことがなかったように、メビウスも似たような状況なのかもしれない。うんうん。それで？ワタリガラス。ヨルムンガンドのデータにメビウスの死に関する記録はないの？死に関する記録？あるわけないだろ。言ったはずだ。ヨルムンガンドにとって英傑は神そのものだ。彼らの存在に関する記録はどれも神秘学の文献みたいなものだぞ。最初から英傑を知るためのものではなく、英傑に畏敬の念を抱くために書かれたものだ。例を挙げてもらっても。そうだな。サクラの例を挙げるか。ここに来るまで彼女が英傑の一人であること以外、データから見つけられる記録はこういう内容だった。影の中に立ち、真鍮の装刃を持ち、反逆の道を歩き、旧世の運命を断ち切る。そして、光の中に立ち、私も詳しくは覚えていないが、とにかくそれっぽい内容だったぞ。この目で英傑を見るまで、ああいう文献から実際に価値のある情報を見つけ出せるわけがない。ところで、どうして急にその話を？なんだ、メビウスの行方に興味があるのか？ただ、彼女も英傑の生存者の一人なんじゃないかと確認したかっただけよ。そんなの本人に聞けばいいんじゃないか。確かに彼女と接触しない方がいいと思うが、そういうことは彼女だけが正しい答えを出せるだろ。いや待って、そういえばハイヘビがメビウスに関することを話していた気がするぞ。英傑の生存者を探し出し、ヨルムンガンドの孫主にしようとしたとき、彼はケビンではなくメビウスのことを考えたと言っていた。だがお前も見ただろ、孫主の座に座っているのは彼女じゃない。何があったかはわからないが、もしメビウスが生存者の一人じゃなかったら、ハイヘビの性格からして最初から彼女のことを考えないはずだ。何か言いたげな目で
私を見つめないでほしい。その視線のせいで気が散るから仕事の効率が下がる。ごめんなさい。仕事の邪魔をするつもりはなかったけど。いい、もう邪魔してる。あなたがこの古の楽園に入った時から気にしてないよ。質問があるなら直接聞くといい。私の仕事が終わるまで待つ必要はない。きっと相当長い時間になると思うから。わかったわ、メビウス。その私が楽園の中で会ったあのメビウスのことだけど、彼女は彼女自身が本物のメビウスだって言ってきたわ。うん。何か問題でも？この古の楽園の中にいる英傑たちはみんな記憶体のはずでしょ？うん。何か問題でも？わざとじゃないのはわかるけど、その話し方、たまにメビウスのあなたに対する影響を感じるわ。記憶体なのに自分が本物だと公言する。しかも誰もがメビウスは生きていると考えてる状況の中で、矛盾してると思わない？私から見るとそれは異常なことではないよ。あなたが目にした記憶体、その見た目、人格、行動パターン、思考、彼女のすべては私の知ってるメビウス博士と何の違いもない。古の楽園の中で過ごした5万年という時間は彼女に何の変化も与えていない。以上、観測結果を見ると彼女は当然本物のメビウスを名乗っていいと私もそう思う。観測結果ね。あなたの思考は確かに人類のように感性的じゃないわ。けどクライン、この世界で唯一変わらないのは何もかもが変わることよ。5万年の時間が何の変化も与えなかったこと自体疑わしいと思うけど。ケビン。いいわ、確かに英傑たちは他の人と少し違うかもしれない。ならクライン、メビウスの本体はまだ死んでいないと、しばらくそう思うようにするわ。けどもしいつか彼女もここに現れたら、あなたはまだあの記憶体が本物のメビウスだと思う。意味がよくわからない。どうして一つの存在のためにもう一つの存在を否定する？その二者に必然的なつながりはない。彼女たちはどちらも本物のメビウスだし、どちらも違うこともある。結局のところ、本物のメビウスには正確で客観的な定義がない。結論、場合によってはあなたが自分も本物のメビウスという結論を出しても別に異常ではない。けどもしあなたがただ
私個人の考えを聞きたいというのなら、似たような難題は博士自身もすでに何度も出会ってきた。だけど彼女は自分の欲しい選択を否定できない、唯一にすることができるから。だな、クーもたまにそんなことをするよ。やっぱり子供は子供だな。共通するところがある。そうじゃの、さくら。多くの後継者と会った今ならお前はあの時代の結末を知ってるはずだ。お前の妹。分かっておる。それ以上はよせ。私がお前の立場だったら耐えられないかもしれない。つまるところ私たちは同じことをしてる。だけどお前は最も起こりうる、そして最悪な結果を見せた。ここにいる他の人もそう思っておるんじゃろうな。しかしキオラ殿、結末の他に挽回できぬことはもっとあるぞ。わらわの庇護から離れた後もあの子は無事に人生を送っていられること自体わらわは満足じゃ。無事に？ああ、そうだな。私としたことが物忘れが激しくなったもんだ。どうした、何か用事でもあったのか？大した用事じゃない。誤解されるのが嫌だったんだ。あの時私は意図的にお前を避けたわけじゃない。確かに私たちは一瞬で戦闘を終わらせることを好む。だが刹那の戦い方は私に向いてないんだ。理解はできるぞ。古の楽園は後継者に道を示すが、選択を強要することはない。しかしまさか汝がまた戻ってくるとは。そういう後継者は少ないからの。仕方ない、頼まれたんだ。お前と同じさ、自由が許されないんだ。前の十数回も誰かに頼まれたのか？そういうことになるだろうな。やあ、来訪。君の到着は僕が想定していたよりも少し遅かったよ。スー、私がここに来ることを別にわざと予見しなくてもいいと思うんだけど。予見ではないさ、ちょっとした知恵だよ。エデンの言う通り、芸術がある時代を正確に描いた時、それはすでに未来を予言している。それに相通じるところがあるんだ。君が楽園に来てしばらく経っている。君が何かを決めるたびにそれは必然だと考えられる。君は気づいていないかもしれないが、選択に直面したように見えても最終的にどうするか、その結果は君の長年の思考により
すでに決まっているんだ。常人にとってそれが因果というものなんだよ。ええ、私もそう考えていたところよ。芸術がある時代を正確に描いたとき、それはすでに未来を予言していると思うわ。へえ、道理でエデンの音楽はいつになっても時代遅れにならないのね。スー、あなたはいつもこうして未来に起こることを話して人を説得するようにしているの？未来、それは僕にとって意味はないさ。時間も人為的な概念に過ぎない。木の葉のようにそれはいつか朝礼を迎える。しかし同じ葉は存在しない。一切父、一切友情、僕にとってただそれに尽きるんだ。あら、ラットさん、また来たのね。いいのよ、律者のお姉ちゃん。あなたみたいに素直じゃない人は結構見てきたもの。興味はないと言いながら、本当は私の実験が気になっていて、実験対象になりたいと思っている。そういう人もいたのよ。やめておくわ、メビウス。あなたのような嘘しか言わない人、そんな人の実験対象になることを自ら希望する人はいないでしょ。嘘？お姉ちゃん、それは人違いよ。私はエリシアみたいに嘘つきじゃないもの。あら、そうだったの。なら、ここにいるのは本当のメビウスという言葉に何か説明は？へえ、こんなにわかりやすい事実なのに説明なんている？いつまで隠すつもりなの？楽園に本物の英傑が存在するはずがないもの。他の人と同じく、あなたはメビウスの記憶体であって、本物のメビウス本人のはずがない。記憶体。それで、私の言葉と何か矛盾でもあるの？もしあなたが本当に他の人たちが話したように、そういう不死の能力を持っているなら、本当のあなたは今でも現実のどこかにいるはずよ。犯したミスを私がもう一度教えないといけない。記憶体は本物のメビウスにならないって誰が教えたのかしら。それはへりくつ。何？やっと気づいたの？確かに、その矛盾をなくす方法なら一つあるわ。楽園でのあなたの現れ方は他の英傑たちとは違う。むしろ私や試練に参加する人と似てる。つまり当時のあなたは何らかの理由で自分の記憶体を残せなかったから、自分の意識で楽園の穴を埋めなければならない。そういうことなら、ハイヘビがあなたをヨルムンガンドの孫子にすることに執着していない理由も説明がつくわ。なぜなら
それ自体が古の楽園の完全性を壊してしまうからよ。ごめんね、お姉ちゃん。ちょっと邪魔しちゃうけど、何？変な推理をしてるの？現実にもう一人のメビウスが存在していて、誰も彼女に会えていないという可能性を考えてる。楽園の中の記憶体、つまりあなたの存在を維持するために、彼女の体は秘密の場所で保存されているのかもしれない。もしそうだとすると、英傑たちの考えも説明がつくわね。お姉ちゃん、やっぱりその推理はやめた方がいいよ。役に立つものは少しもないし、かわいそうだよ。ハイヘビもクラインも私への理解が少ないわ。彼らの判断を気にする必要はないの。言ったはずよ、今あなたの前にいるのは本物のメビウスだって。それを嘘だと思っても構わないけど、私を否定できる証拠は永遠に見つからないわ。その場合、それが真相よ。来訪者、君は最近メビウスに関することが気になるみたいだね。彼女は今まで私が接触した英傑の中で最も情報が少ないから。あまり推奨できない。蛇の影は君を狙っている。これ以上深入りすると予想外の危険を招くことになるかもしれない。けど、あなたは私を止めない。そうでしょ？当然さ。僕はできる限り君に協力し、君の質問に答えるけれど、君が決めたことに干渉するつもりはない。ありがとう。他の英傑もあなたのように、知ってることを何でも話してくれたら、この旅をすぐに終わらせられるのに。そうしたら彼らはもう彼らじゃなくなるよ。それもそうね。質問に対する態度に彼らの性格や立場が反映されてるもの。そのおかげで私は当時の費用をうがの状況を把握することができたわ。けど本当にあなたに聞きたいことがあるの。あなたが以前話していたメビウスの命に対する研究について。それはあなたやフワが話してくれたメビウスが第一研究所で引き起こした事故と何か関係があるのかしら。君は鋭いね。それはいい思い出じゃない。君もメビウスの生き返る能力が彼女が融合戦士手術を受けた後に手に入れたものだということを知っているだろう。彼女にとって彼女があの手術で死んで十数時間後に心拍が戻った時から、生と死の境界は曖昧なものになった。それでも彼女はまだ満足していないみたいだった。
自分に対する実験も、他の融合戦士の力の影響を自分で試していたのも、わざと戦後を怒らせたのも、彼女はずっと自分の能力の限界を試していたんだ。そして彼女は例の方法を、人為的崩落を見つけたんだ。人為的崩落？ああ、長編手術の限界を解放し、人の身を捨て崩壊獣と完全に同化する行為。第一研究所で事件が起こるまで、それは過重長編と呼ばれ、融合戦士が越えてはならない一線だった。警報が鳴り出した後、僕は最初にメビウスの実験室にたどり着いたが、彼女はそこにいなかった。代わりに影の中に潜み、かすかな緑色の光を放っている巨大な蛇がいた。融合戦士の本能のおかげで、僕はすぐに全てを理解し、彼女に精神攻撃を仕掛けた。蛇？というより蛇のような生き物だった。とにかくそれはこの世界に存在してはならない禁忌だった。まさかメビウスの？ああ、メビウスの人為的崩落を経た後の姿だった。完全に人類という軌道を逸脱していたよ。あの状態のメビウスは完全に暴走していて、戦後でも手を焼くだろう。幸い、どんな姿になっても彼女はメビウス。その前提が変わらない限り、僕は彼女の精神に干渉できる。因果天輪。僕の能力は自身の領域の中で精神干渉によって相手の攻撃を相手に返す。まさに目には目を、歯には歯をという能力だ。それがあるおかげで、僕は大蛇形態のメビウスを一時的に抑えることができたが、勝ちを制する手段はなかった。僕たちは長いこと対峙して、どちらも譲ろうとしなかった。それは戦闘というより我慢比べだった。警報を聞いて駆けつけたフアが入ってくるまでは、彼女の予期せぬ登場で僕たちのバランスが崩れた。精神攻撃の中断が間に合わなかったんだ。そのせいで僕は彼女を巻き込み、気絶させてしまった。そしてメビウスも隙を見逃さずに、僕が動揺した瞬間に反撃を仕掛けてきた。あの時僕にはもう戦う術がなくなったけど、何が何でも彼女を阻止し、少なくとも人間の姿に戻さないといけなかった。だから僕は、え？僕は自分の力を全て使って彼女を止めた。僕が倒れた時、彼女にはまだ余裕があったけれども、おそらく強度の末だと思っていたよ。その後のことは僕が見たわけではないから詳しくは説明できないけど、僕が聞いた結論だと、さくらが僕を助けてくれたらしい。彼女はメビウスに最後の一撃を仕掛けながらも、メビウスを殺さなかった。非常に正確で、それが僕の知っている第一研究所事件の全貌だよ。なるほど、教えてくれてありがとう。彼にも詳しく話さない時があるなんて珍しいわ。どうやら彼は
使いたくない方法を使ったみたいね。事故の最後に一体何があったのかしら。メビウスと一緒に働くことを難しいと思わないの？うん。どうして？彼女の性格は婉曲な表現を使ったとしても友好的とは言えないでしょ？いつもどうやって彼女と過ごしているのか想像ができないわ。うん。ごめん。意味がよくわからない。博士と一緒に過ごすのは難しい。私から見ると博士は火を追う蚊の中では親しみやすい人の部類に入ると思うけど。親しみやすい？クライン、私たちが話してるメビウスは同一人物よね。当然だ。実験体。どうしてそういう疑問がある？メビウス博士、彼女は誰もが認める100年に一人の天才。あなたと同じ年だった頃の彼女はすでに世界で有名な学者だった。なのに彼女は偉そうにすることも自身の地位や名誉を気にすることもなく、ただ研究課題に没頭していた。火を追う蚊の上層部でも実験室の清掃員でも彼女は区別なく同等に扱うし、誰かを特別視するようなことは一度もない。あ、続けて。そのせいで博士は偉い人たちの不興を買い、実験室の経費もどんどん少なくなって、ほとんど毎回赤字だった。けどそんな時、博士はみんなと一緒にピクルスの缶詰、それからカップ麺を食べて辛い時間をやり過ごした。その後、博士はカップ麺が大好きだという事実に気づいたけど、それでもあの時間は私にとってとても印象深かった。博士にはよくお世話になった。私がたくあんが苦手だということを知って、彼女は毎回自分の分を私に譲り、笑いながら私が食べるのを見守ってくれた。それは武装人形が行動するための栄養だって、博士はそう言ってくれた。もちろん博士の冗談だってわかるけど、博士の行為を無駄にしたくないから。だから本当は苦手だけど、私は毎回ちゃんと食べた。いえ、多分彼女自身もたくあんが苦手だっただけだと思うわ。けど、どういうことなの？クラインの思い出の中のメビウスは、確かに私が会ったあのメビウスよりずっと人間っぽい。一体、どちらがメビウスの本当の姿なのかしら？
ああ、じゃあ、また今度な。ああ、また、キヨラ殿。サクラとは仲がいいみたいね。まあな、彼女は子供たちの話を聞くのが好きだからな。クーたちもここに来られたら、きっとサクラも喜ぶだろうな。サクラにそんな一面があるとは知らなかったわ。はあ、まだ知らないのか。サクラには妹が一人いて、ずっと二人で生きてきたんだ。彼女が記憶体を残した時、妹さんはクーたちと同じ年頃だった。彼女が家族の話をしたことはあるけど、そこまで詳しくはなかったわ。少なくとも彼女はまだ妹さんの話をするんだな。彼女がその後のことを知ったら、ここで正常に交流できる人がまた一人減るだろうな。え？全文明の侵食の律者、聞いたことぐらいあるだろ？ええ、ヨルムガンドのデータベースでそれに関する記録を読んだけど、詳しくは知らないわ。サクラの妹だったの？一応そういうことになるが、少し複雑な事情があってな。サクラの犠牲はその件と大きく関係しているんだ。お互いに寄り添って暮らしてきた家族、想像はつくわ。あ、そうだ。このことは何があってもサクラの前では言うなよ。何かあったら私もお前を助けられないからな。わかってるわ。彼女に話すなと他に忠告してくれた人もいたから。サクラだけじゃないんだ。どの英傑もできれば彼らに現実でのことを話さない方がいい。彼らに聞かれたとしても何も言わない方がいいんだ。知らないふりをしてごまかせばいい。そこまでする必要はあるの？昔の私も必要ないと思ってたが、なんというかその前人の教訓か。私が聞いた話によると、楽園の試練は簡単ではないが、ただジャッカルがここに来てから、彼女が何をしたかは知らないが、とにかく結果的に楽園は相当危険な場所になったんだ。彼女の後に試練を受けに来た人の中で失踪者が結構いたんだ。お前ならその意味を理解できるだろ？ジャッカルが古の楽園に来たことがあるの？ああ、別におかしなことでもないだろ。彼女もヨルムンガンドの幹部だからな。ま、知らないのも無理はないか。ここで私に会わなかったら、私がここに来たこと自体知らなかっただろ。確かにね。他の人に楽園での出来事を話すな。これもヨルムンガンド内部の暗黙のルールかもしれないな。別に話したって何があるわけではないが、楽園に戻って英傑たちに、どうして私に与えるものが他人より少ないとクレームを言いに来る人がいないと限らないからな。誰もそれが記憶体にどんな影響を与えるのかわからない。とにかく面倒事は少ない方がいいし、みんなにとってもデメリットがない。神だと思われた英傑たちも実は人と大して違わない。黙った理由も理解できなくはないわ。ああ、それも理由の一つかもしれない。とにかく分かってくれたらそれでいい。内緒にすることを忘れないようにな。ええ、つまり
後継者は確かに英傑の記憶体に影響を与える。そして渡りガラスが言った前人の教訓、ジャッカル。教訓？私の記憶が正しければフワもそのことを話していた気がする。あら、また戻ってきたのね。何？後悔したの？残念だけど、あなたはもう私の一番のお姉ちゃんじゃなくなったわ。だけど、もし他の実験に興味があるなら、もう一度チャンスはあげてもいいよ。いい。遠慮する。困ったな。外ではジャッカルの相手をしなければならないというのに、ここに来たら来たで、お前の相手をすることになるとは。前と同じ答えだ。興味はない。少しだが、もう少し丁寧な対応をしてくれるというのなら、四季の律者の報告書、渡してやらなくもないぞ。適当に聞いてみただけよ。本当に気になってるとでも思ってるの？律者の意識を改造して他人だと思わせる。そんな簡単に思いつくことなんてとっくに試したわ。そうか。結果はどうだった？もっと完璧な方法を見つけた。条件を提示し合うような話が好きなんでしょ？詳しく知りたいなら、さっき言ってた研究資料を持ってきてちょうだい。メビウス、わかりやすすぎる。本当に素直じゃないな。それに、お前が気になるのは、かつての戦友であるフワの5万年分の記憶じゃないとは。はぁ、本当に冷たいやつだ。私が彼女だったら泣いてるぞ。さくら、あなたは今まで向き合ってきた敵の中に人類もいたと、そう話していたわよね。ずっとではないがな。なぜ急にその件に興味を持ったのじゃ？ごめんなさい、特に意味はないわ。あなたに関する噂を耳にしたから少し気になって。忘れな草に関する噂か？忘れな草？いいえ、私が気になったのは、あなたの言う人類に英傑も含まれているかしら。英傑？ありえぬ。なぜそう思ったのじゃ？確かにわらわたちの立場はずっと同じではないが、その称号を背負った時から、わらわたちは決して英雄の定義をたがえるようなことはせぬ。英雄、その言葉はあまりにも主観的ね。なるべく自分で判断するわ。あなたのところに来たのは、実は他の人たちからある事故の話を聞いたの。それは
第一研究所で起こったことで、当時桜もその場にいたらしいから、スーから大体の話は聞いたけど、彼自身もその事故をどうやって収めたのかわからないみたい。その場にいたは間違っておらぬが、わらわは偶然そこにいただけじゃ。他の融合戦士でもその事故を終わらせることはできるがな。なぜならメビウスを止めること自体はスーがすでにできていたからじゃ。けど彼の話だと、彼が倒れた時メビウスはまだ余裕だった。その通りじゃが、その余裕も数秒しか持たなかったぞ。わらわが現場に着いた時、巨大な蛇型の怪物はわらわの視野を埋め尽くしてしまうほどじゃった。常識で判断すれば、崩壊獣が第一研究所のような用地に現れるはずがないと気づくじゃろうが、その時のわらわには考える余裕すらなかった。そういう状況を目にするのはあれが初めてじゃったが、彼女が放った危険な気配にわらわはなぜか電気的な何かを感じたのじゃ。ちょっと理解しにくい表現ね。それがわらわの思いつく最も適切な言葉じゃ。猛獣と遭遇した時の狼狽ではなく、心に長く潜んだ恐怖が突如呼び起こされたような。ずっと見ていた悪夢が正夢になり、幼い頃から信じていた鬼人が急に目の前に現れた、そういう感覚じゃ。じゃから彼女があの孔雀に何をしようとしたかもわからぬまま、わらわは刀を抜き探りを入れることにした。あれは余地を残した一撃じゃったが、まさかあんなにも簡単に成功するとはわらわも思わなかったの。もう強度の末だったってことね。ああ、あれがメビウスじゃとわらわが知ったのは随分後のことじゃが。なるほど、ありがとう、さくら。待って、今、クジャクと言ってなかった？え？そうか？その、ただの言い間違いではないか？スーは、あの姿を誰にも知られたくないはずじゃからな。フワ、この記憶を保有しているか分かりませんが、あなたは以前、予期せぬトラブルを避けたいから、サクラ自身にその結末を知ってほしくはない、と話していました。ええ、神職の律者の事件で、本物のサクラがした選択は、誰もが予想できないものでした。もし私がその立場になったら、私も同じ選択をするとは思いますが、あの頃の火を追うガにとってサクラの選択は裏切りと何の変わりもありませんでした。裏切り？フワ、それがあなたの話した教訓ですか？いいえ、あれは現実に起こったことですから。私が避けようとしているのは、後継者の影響を受けた英傑たちの記憶体に予期せぬ変化が発生することです。その話だと、私がここに来る前からそういう状況がすでにあったみたいですね。はい。それで誰だったんですか？メビウス博士です。英傑たちは多かれ少なかれ、
自身の結末を察し、もしくは知ってそれを受け入れました。メビウス博士も例外ではありません。ですが彼女はある後継者から外の情報を聞いたみたいで、その後の彼女は明らかに焦燥感に駆られていました。待って、外の情報ですか？私の知ってる限りメビウスという名前が現実に現れたことは一度もないはず。ええ、それが問題なんです。彼女の融合戦士としての能力は彼女自身が一番理解しています。現実にいる彼女は死ぬはずがないのに、どうして名前の記録すらないのでしょう。そういう不可解な問題は、たとえメビウス博士じゃなくても好奇心にとらわれ抜け出せなくなってしまうと思います。好奇心、確かに彼女はそれを行動に移すタイプだと思います。ええ、しかし問題なのは、誰も彼女がどんな行動を起こしたのかわからないというところです。最初彼女はいつもよりイライラしているように見えただけでした。しかし次に気づいた時、彼女はすでに何かを準備していました。その焦燥感もその中で徐々に熱狂的な何かに変わり、まるで実験に夢中になっていたかつての彼女のようでした。けど彼女はもう現実世界に影響を与えられなくなったはずです。今判断をするのは少し早いのではないかと思います。彼女の今までの研究のように、その結果を見なければ私たちはそれが不可能ではないことに気づけませんから。それにメビウス博士とつながりがあるかどうか分かりませんが、その後あることが起こりました。え？一部の後継者が理由もなく消えたんです。消えた？はい、試練を通過することはなく楽園にも滞在していない。誰も彼らの行方を知りません。もし本当につながりがあるとすれば、楽園はすでにメビウス博士によって根本的な変化があり、危険な状態になっているのかもしれません。以前ケビンからこういう話を聞きました。少し前にある後継者がメビウス博士の異常に気づき、拒絶に近い態度で楽園を出たと。もしかしたら彼女はその潜在的な危険に気づいたからこそ楽園を出ることにしたのかもしれません。少し前に古の楽園を出た後継者、それって、今考えてみると、十三英傑の中に
厳密な意味での非戦闘員は存在しない。確かにもっと得意な分野があるかもしれないけど、戦闘においてはそれが不得意な人でも常人をはるかに超えた実力を出せる。エデン、スー、それからメビウス、あなたも例外じゃないわ。お姉ちゃんは何を言ってるの？武器すら持っていない私が戦えるわけないでしょ。私はね、普通の研究者なの。戦場に行ったこともないよ。フワとスーを同時に抑えられる研究者？どうやら全文明の崩壊は私の想像よりもひどくないみたいね。メビウス、そろそろ探り合いは終わりにしましょう。融合戦士の特殊な姿の話をもうすでに聞いているわ。し、ラットさんは他の人ともこんな感じで交流してるの？その優しくて可愛らしい顔には全然合わないわね。はあ、いいわ。あなたと同じように私もイメージだけを見る時があるから。そう？私はイメージだなんて思ってないけれど、どちらかというとその方が融合戦士の本質に近い。融合戦士の本質？ラットさんったら私の前でそんな話をするなんて。教えて。今度聖魂覚醒者の封印と古の楽園の存在意義、それと関係してる。違うかしら？聖魂覚醒者の封印？うん、当ててみるわね。あの黒いラットさんが教えたのかしら？質問を質問で返さないで、メビウス。私の考えが正しければ、後継者にとって彼らが経験した全ての試練、その最終目的はあなたの前に来ること。そしてあなたの贈り物を受け入れ、自身の封印を解放する。ケビンと同じく自身の封印を解放したあなたは、この楽園の中で唯一それができる人よね。考えが正しければ、残念だけど外れよ。外れ？ケビンと同じ封印を解放？ラットさん、あなたは過去のことを、英傑たちにとってそれは封印なんかじゃない。融合戦士になった瞬間から遺伝子に刻み込まれた本能なの。ありえない。第一研究所での事故が起こった時、スーも融合戦士になってたはず。なのに彼はその時初めてその形態の存在を知った。けどあの姿は融合戦士にとって例外じゃないって、ケビンもそう言っていたわ。一体そんなの彼自身に聞くべきじゃないかしら。私が言えるのはできるかどうかと、したいかどうかは。英傑からあなたのことを聞いたんだけど、それも一人だけじゃないわ。へえ、エデンとサクラ以外に私の話をする人間がいるとは。ええ、あなたがしたことは彼らに深い印象を与えたようね。おいおい、別に大したことはしていないだろ。
私みたいな人は初めてだったのか？英傑たちの反応からして試練を通過したのに最後の最後で英傑の贈り物を拒否したのはもしかしたら本当にあなただけだったのかもしれない。あなたが慎重派なのは分かってるけど、そんなあなたが迷わずに逃げることを選んだ。ワダリガラス、一体何を目にしたの？逃げる？別の言葉にしてくれないか？例えば撤退とか。どうしてもって言うならね。それであなたは撤退する前に一体正直に言うと撤退の最高のタイミングは嫌な予感がした瞬間だ。予感が事実になってしまった時大体もう間に合わないからな。そういう予感に理由がないわけじゃないでしょう。一応本物の鳥類じゃないんだからさあな、グリム童話を読んだことはあるだろ。もしかしたら私も未来を予知できるカラスかもしれないぞ。冗談はここまでにしておく。予感の理由については、多分、違和感だと思う。違和感？ああ。私に贈り物を渡そうとしたのはメビウスだ。彼女は、雑談している時でも、彼女から離れた方がいいと思わず考えてしまうような相手だ。そういう特殊な状況ならなおさらだろ。特殊な状況？ああ、無限の試練をクリアしておめでとうって彼女は突如私の前に現れたんだ。そして彼女は私を今まで行ったことがなかったエリアに案内したんだが、緑が濃くて居心地が悪い場所だった。最後の洗礼をしてくれると彼女は話したが、あのエリアに入った瞬間から私は違和感を覚えたんだ。例えば？例えばそこは戦場として使われた場所だってすぐに分かった。職業病なのかもしれないが、おかしいと思ったんだ。封印を解くのになぜ戦場を選ぶのかと。その時あなたは古の楽園の本当の意味を知ってたの？いや、そこに向かう途中メビウスが教えてくれたんだ。封印解除に対する私の考えをお前も知ってるだろ。あの時私はすでにどうやって引くか考えていたんだ。そんなに簡単じゃなかったのよね。そうでしょ？はあ、そうだな。彼女のような人は拒否されることに慣れてると思ったんだが、まさかいきなり怒り出すとはわからないもんだな。私が喋る前に彼女は何かを察したようだった。本当に危険な相手だったと、そう認めざるを得ない。誓ってもいい。私はただ瞬きをしただけで、彼女はもうどこかに消えていたんだ。消えた？ああ。ほんの一瞬で、彼女がいた場所には、その、どうしたの？何でもない。ただどう表現すればいいか迷っただけだ。影だと言ったら実体があるのは明らかだ。黒い液体と言ったら液体よりずっと尖ってる。そして生きてるみたいでずっとニョロニョロ動いてて、わかりにくいかもしれないが、そういうものだ。生きてる影のようなもの？今は？わからないんだ。
あの時も今も振り向かずに撤退するべきだって私は思う。あんなものから離れた方がいい。あれは苦戦だったよ。やめておく。しかし私の運は結構いい方だった。私だったらその場に残ってもう少し観察するかもしれないけど。だからお前はいつも危険な目に遭うんだよ、ライデン・メイ。渡りガラスさん、一つ質問してもいいかしら。もちろんだ、エデン。律者と友人になることが生活に何らかの変化をもたらすかどうかが少し気になったのだけど。ああ、ライデン・メイのことか。特に変わったところはないぞ。もちろん彼女がヨルムンガンドに入ったばかりの頃は私も少し気になっていたんだ。彼女と任務に出た時ずっと雷雨だったりしないのかとか、静電気で髪の毛が立ったりしないのかとか。もしくは彼女が眠っている時にいびきをかいたら雷が落ちたりしないかとか。だけどそんなことは一度もなかった。彼女の性格は律者になる前と大して変わらないし、強情だし料理も美味しいままだった。日常生活において彼女は普通の女の子と変わらない。渡りガラスさんがその友人を大事に思っていることは伝わってきたわ。友人？まさか。彼女は結構ケチくさいところがあるぞ。ドラゴンに乗せてくれないし、電気を使わせないし、角だって触れさせない。全部聞こえてるんだけど。ハードウェア検索、異常なし。基礎理論、異常なおかしい。私の判断に問題があったのかな。いにしえの楽園は過去と比べて何の変化もない。でもそんなのあり得る。待って、楽園にあった異常現象は確かにプログラムを回収しない状況でも、それができるのは多分。やっぱりあなただけですね、博士。私より古の楽園に詳しいのはあなただけですし、あなただけが理論上権限を超える可能性があるんです。ええ、いいわクライン、合理的な判断ね。ですが博士、その目的が彼女の探索を阻止することでしたら意味はありません。
私の協力がなくても、あの律者は自力で異常エリアを通過できるはずです。クライン、私が教えたことを忘れたの？現象の表層だけを考えないで、よく考えてみて。それらの異常な状況の本質は一体何かしら？本質、三種の転送装置、探求行為モード、影、環境感知に対する妨害、認知の混乱。博士、まさか。第八律者に対する研究が成功したんですか？成功したかどうかは実験結果が出ないとわからない。そうでしょう。しかし博士、その実験を諦めたはずでは？諦めた？え？ただクライン、もうサボっちゃダメよ。あの時、不安に実験をする時、あなたが毎日1時間多く働いてたら、もっと喜ばしい結果になったはずなのに。博士、話題の変え方があまりにも。それに、1日に25時間もないでしょう。クライン、少しお邪魔してもいいかしら？はあ、誤った判断をしたのは私だし、いいよ。できるだけあなたの質問に答える。誤った判断？あなたの前に姿を見せたのは、楽園の修復をなるべく早く終わらせたかったから。協力に感謝してるけど、全体的に見ると私の仕事効率はむしろ下がってる。ごめんなさい。でもこの質問に一番正確な答えを出せるのはあなただけだと思うの。なるべく時間を取らないように、あなたの仕事に影響を与えないようにするから。あなたの聞きたいことが、多すぎる仕事をどう処理してきたか、だったら、ごめん。教えられる経験はない。私は武装人形。腰椎や頸椎のケアに関する知識は、使うことはないから、記録したこともない。その、聞きたいことはそれじゃなくて。じゃあ、何を聞きたいの？ここにいる英傑たちは、メビウスが完全に死ぬはずはないと思ってる。彼女自身も例外じゃないわ。けど、私から見れば、その根拠には信憑性があまりないと思ってるの。根拠？ええ。彼らがそう考える理由は、メビウスに
蛇の脱皮のような特殊能力があるから。けどそういう能力にも限界があるはずよ。頻繁に生き返っていたらメビウスは命の原点に戻って完全に消えてしまう可能性があるわ。大したことじゃない。そういう副作用は確かに存在するけど、そのせいで博士の成長が止まっているわけじゃない。成長？つまりその副作用は時間を利用して相殺することができるの？うん。それに博士にとって不死を実現させる方法はそれだけじゃない。他に不死を実現させる方法があるってこと？その通り。そのために博士はたくさんの研究をしてきた。私が知ってる構想だけでも60種類以上ある。ただその中で実行できるものがどれだけあるか私も確信が持てない。死を恐れる科学者は別に珍しくない。けどメビウスは確かに目覚ましい成果を手に入れたのね。じゃあ、あなたもメビウスは英傑の中の生存者だって信じているの？すでに答えを教えたよ。私にとってここにいる記憶体が博士本人だから。それと確かに博士には恐れという感情があるけど、彼女が死を恐れたことは一度もない。メビウス、彼女は英傑の記憶体とはだいぶ違う気がする。どちらかというと彼女は他の人たちよりも自発的ね。多分あなたのことになると自発的に見えるんじゃないかな。え？あ、いや、そういう意味じゃないわ。彼女は楽園の中でずっとある危険な計画を準備しているらしいの。だけど誰もその真実を知らないみたいで。彼女はあなたに手伝わせたりしなかったの？いいえ、博士はそういう人だ。協力することがあったとしても彼女は実験の全容を教えてくれない。それでアクシデントが起きたりしないの？しない。というより知りすぎるとかえって博士に不要なトラブルをもたらすことが多い。けどメビウスが楽園の中でしていることに対してメンテナンス担当者として本当に少しも気にならない？その楽園の存在に影響を及ぼす可能性だってあるんでしょう？もちろん博士にも確認した。返事は博士の実験の一つに過ぎなかった。最悪の場合を考えて楽園に対する影響があったとしても別に戻せないわけじゃない。だから私には博士を止める理由がない。実験？もう少し詳しく教えてくれないかしら。私の知っている限り彼女の実験の多くは理解しがたい部分があるから。意識転移に関する実験だよ。博士は
第八律者を長い時間をかけて研究し、ようやくその技術を開発したんだ。しかし、様々な制限があるから、その技術は汎用性が乏しく、博士自身もそれを使ってハイヘビを作っただけだから。意識転移？危険性の高い技術のようね。そうかもしれないけど、一番危険性が高い可能性を博士はすでに諦めた。ある友人と再会した後、私が楽園で経験したことは他の人と違うって気づいたの。私以外の来訪者、その人たちにとって試練を終わらせる条件は何？いろんな人から様々な答えをもらったわ。そして古の楽園のメンテナンスを担当しているあなたなら、きっと信憑性の高い答えをくれると思う。様々な答え、それは英傑たちの話だよね。それってあり得るのかな。一人の英傑の認可を受け、そのすべての刻印を入手する。それが唯一試練を終わらせる方法。例外はない。例外？確かに、それが前提なら渡りガラスがここを出た時のことも例外。つまり試練をクリアした来訪者は全員封印を解いたってこと。封印を解く、どういう意味？え？私が知る限り、古の楽園の試練をクリアすると英傑から贈り物をもらえる。贈り物をもらった人は融合戦士みたいに人為的崩落と呼ばれる力を使えるようになる。人為的崩落？ありえない。確かに楽園は伝承のために存在する施設だけど、それも聖魂を頼りにして刻印を伝承するに過ぎない。人為的崩落、それは融合戦士だけができること。それに封印なんて存在しない。あ、うっかり時間を使いすぎてしまった。そろそろ行かないと、まだ仕事がたくさん残ってる。待って、クレイ、行ってしまったわね。つまり英傑たちがメビウスは死なないって考えたのは、融合戦士としての特殊能力があるからだけじゃない。けど本当にそうだったら、本物のメビウスはどこに行ったのかしら。メビウスの贈り物、意識転移の実験、楽園の中の危険エリア、それから融合戦士の特殊な姿、きっと何かつながりがあるはず。だけど今の私はまだそれをつなげる鍵を持っていない。唯一確かなことは、記憶体としてのメビウス、彼女の目的は古の楽園を作った時とは全く違う。メビウス、全ての答えを出せるのはあなただけよ。
いえ、何の準備もないまま彼女に質問しても何も得られない。前もそうだったもの。確実な証拠がない限り彼女は何も教えてくれない。なら方法は一つだけね。え、そうだったんですか。ああ、それに気づいた時僕も少し驚いたんだ。君の名前の読み方を知った時、そうじゃないかなって思ったよ。つまり私たちは半分同郷みたいな感じなんですね。もっと早く知っていたら、もしかしたらもっといろいろ話せていたかもしれません。ごめんなさい。今さら遅すぎますよね。いや、むしろ今が一番いいタイミングだと思っているよ。どうしてですか？当時のあの霧が晴れない状況の中では、たとえ故郷の話をしても心の慰めにはならなかっただろう。しかしこの時間の流れが止まって何も変わらない空間の中なら、僕たちはより穏やかな態度で、すでに消えていったものを語ることができる。何せ、記憶体としての僕たちが唯一持っているものが、記憶だからね。メビウス、あなたに会うのは結構簡単じゃないわね。お姉ちゃんこそずっと私を避けてたでしょ。私に近づくのが怖いのに、私のことをいろんな人に尋ねる。お姉ちゃん、それって片思いに似てると思わない？そんなことしなくていいよ。私はずっとあなたと楽しいことをしたいと思ってるからね。もう少し普通の交流はできないの？私は用事があるから来たの。ち、めんどくさいわね。エリシアはどうやっていたのかしら。私のモノマネが下手だったから。嫌な相手のモノマネもするのね。当然よ、みんな私を警戒するんだもの。もし彼女のマネをして実験がうまくいくのなら、もちろん喜んでマネするわ。少し気分が悪くなるけど。けどまあ、あなたには聞かないみたいね。もういいわ。さて、ラットさん、用事の話をしましょう。あなたも知っていると思うけど、私にとって大事な用事は一つだけ。あなたに手術台の上で横になってもらって、生身のリッチャの体をちゃんと研究することよ。今すぐにでも始められるけど、どうかしら。いいわ。はあ、はいはい、断られるって分かってたわ。それで、どうしてまた時間を無駄に。今、なんて？
って言ったわ、メビウス。それが私の用事だから。私が古の楽園に来てから結構時間が経ってる。もし楽園が私に見せることができるエリアがここまでだとしたら、私は何度もその終点にたどり着いているはずよ。最後の贈り物だって受け入れる資格があるはずよね。あなた、贈り物はいらないってそう言ったでしょ。そうだけど、もうここを出たいと思ってるわ。楽園に隠された情報はあまりにも断片的で、ここで私の欲しい答えを見つけ出すなんて最初から徒労だったかもしれない。それにここを出る前に、少なくとも古の楽園の存在意義をこの目で確かめるべきだって私はそう思ったの。へえ、それがあなたの考えなのね、リッシャ。嘘だって思っても構わないわ、メビウス。けど私を否定する証拠がないなら、それが唯一の真相よ。私の言葉を使って私に口答えするようになったのね、ラットさん。いいわ、あなたの言う通り、それを真相だということにしてあげる。私にとってどうでもいいけれど。けど本当にそれでいいのね。他の人にとってその贈り物は封印を解く手段だけど、それを体験した律者は一人もいないわ。つまりこれは今までにない実験になる。何が起きるか私にもわからないわ。だから基地の結果は私たちにとって何の価値もない、そうでしょ。ますますあなたのことが気に入ったわ、かわいいラットさん。ではお言葉に甘えて、実験室に戻って準備してくるわ。それを律者用として調整するには少し時間がかかるかもしれない。それに、記憶体を最も完璧な状態に戻すために、私は自分の刻印をしばらく回収しないといけない。つまり、私の実験室に着くまで、あなたは私に会えなくなる。我慢してちょうだい。少し難しいかもしれないけど、約束するわ。我慢する価値があると。すべてが終わったとき、あなたは、神聖を手にするから。
はあ、伝染雷鳴の時、起立、完成。メビウスの実験室、あそこにつながる道がまた開いたみたいね。メイ、少し心配だけど、彼女と変な約束をしてないわよね。リツ社のお姉ちゃん、久しぶり。私に会いたかった？メビウス。はあ、こんなに時間がかかるとは思ってなかったから、待ち疲れてしまったじゃない。待つのが嫌なら先に行っても構わないわ。まさか。あなたは私の大事な友達よ。一人にするはずないでしょ。あ、わかった。私が無限の刻印を与えなかったから、拗ねているのね。いいの、わかってるから。無限の刻印。私と同じように魅力的でしょ。ちゃんとあなたに渡すわ。そう、私たちが初めて出会った時のように。何？おいで、かわいいラットさん。私の刻印を、祝福を、力を受け入れて、私の前に来て、私のすべてを受け入れなさい。雷鳴の時、起立、覚悟。ここかしら、渡りガラスが行った場所。あら、お姉ちゃん、またここに戻ってきたのね。私たちが初めて出会った場所だよ。まだ覚えてるかな。メビウス、実験に付き合ってほしいんでしょ。ええ。ここに手術台はないし、実験室のようにも見えないけど。手術台？私が行う実験はそんな簡単なものじゃないよ。やっぱり贈り物なんて最初から嘘だったのね。嘘
ねえ。お姉ちゃんだって同じでしょ。古の楽園を出るつもりなんてないんでしょ。危険に立ち向かったのは私の本当の目的をはっきりさせるためだった。お互いに正直じゃないから、その件は一旦水に流しましょう。私たちが初めて出会った時、私が言ったことをまだ覚えてる？お姉ちゃん、私はね、ここから出してほしいと思ってるの。冗談はやめて、メビウス。あなたはここの主人でしょ？私が手を出す必要なんて。待って、それって古の楽園を出たいってこと？あら、やっと分かってくれたのね。ありえない。だってあなたは。あなたが灰蛇の身に行ったクラインを助けるために開発した技術、それが意識転移だった。そうよね。その通りよ、お姉ちゃん。ずっとお姉ちゃんがそれに気づく日を待っていたの。けどね、今さら後悔しても間に合わないわ。生身の律者、完璧な体。これは今まで私がもらったプレゼントの中で一番貴重なものよ。ねえ、古の楽園を出た後、私はまずケビンにお礼を言いに行くべきかしら。なるほど、それがあなたがずっと準備していた計画なのね。もっと無限の刻印を私に渡したのは、私を助けるためではなく、私の体をあなたの意識に適応させるためだった。そうよね、メビウス。賢いわね、ラットさん。私たちがこういう関係じゃなかったら、あなたを生徒にしていたかもしれないわ。メビウス、悪いけど、それがあなたの計画だったら、相手を間違えたとしか言えないわね。もう一つの意識と体の支配権を奪い合う、そんな経験は初めてじゃないのよ。奪い合う？何を言ってるの、お姉ちゃん。あなたと同じ体を共有するつもりはないよ。実験はもうすぐ終わる。ここを出られる人も一人だけ。今のうちに自分の意識とライデン・メイと別れを告げたら？別れを告げるのはあなたよ、メビウス。子供の見た目を使うのもやめたらどうかしら。あなたの本当の姿を見せたら？あら、そんなことまで知ってるの？こう
好奇心旺盛な子ね。命の最後の時にまで秘密を暴こうとするとは。いいわ、満足させてあげる。よく見なさい、本物の融合戦士を。渡りガラスがどうしてあなたの贈り物を拒んだのか、今ならわかるわ。渡りガラス、あの子は命の美しさすら目にしないまま逃げていったわよ。残念ね、彼女にも醜い進化を経験してより美しい命に脱皮するチャンスがあったのに。今の彼女は後悔しているかしら。さあ、わからないわ。あら、もう落ち着きを取り戻したの？いいわね、偉いわ。これが人為的崩落、融合戦士の本当の姿。この目で見て、確かに少し驚きはしたけど、所詮所詮その程度。本当に冗談が好きなのね。いつまさか私を止められるチャンスがあるとでも思った。つって三人の英傑が手を組んでやっと成し遂げたことを一人でできると思ってるの？やってみないとわからないでしょ。その言葉そのまま返すわ、メビウス。なら見てみようじゃない。今日ここを出るのはライデン・メイか、それともメビウスかをね。私に服従しなさい。やめてください博士、これはあなたがメビウスがする選択じゃありません。クライ、どうして？説明する時間はない。
あなたと違って私にできることは限られてる。私が博士の人形をかき乱す。もしそれでも博士を止められなかったら、ここを離れる方法を考えて。強風に私に服従しなさい。私に服従しなさい。終わりました、メビウス博士。いいえ、その呼び方は使うべきではないですね。クライン、どうして？あなたなら理解できるはずよ。5万年前から私がこうするって知っていたわけだし、あなたは一度も反対しなかった。どうして今さら邪魔をするの？だって本物のメビウス博士はその計画を私に教えた時にはもうすでに諦めていましたから。本物のメビウス？クライン、どういう意味なの？私が本物のメビウスよ。今まで私もそう思ってました。あなたと博士の間に何の違いもありません。思想、行為、性格、全部同じです。だから彼女が私を暗いんだと思ってるように、今まで私もあなたを本物のメビウス博士だと思ってました。けれど今はもういい。クライン、あなたにとって私は永遠に変わらない人間なの？いいえ、そう考えたことはありません。ですが、今日あなたがしたことは、決して、メビウスがする選択ではありません。博士、彼女は、
他の人類と同じく、どんな変化を経験しても不変な部分がある。そしてそれがあなたと彼女の違いです。私と彼女の違い？冗談じゃないわ。はあ、あなたを説得できないのは分かってましたけど、大丈夫、博士はいつだって万全な準備をしています。何ですって？あなたに渡すよう博士から頼まれたものがあります。私は今までそうしていませんでしたが、私にとってメビウスのメッセージをメビウスに渡しても意味がないと思ってましたから。今までは何かを残す自分自身に何か企んでいるの？私はそんな感傷的な人間じゃないわ。そういう何の意味もなさない形式主義、そんなの。私がするようなことじゃないのは分かってるけど、あなたに何かを伝えるチャンスはこれが最後なの。何と呼べばいいのかしら。メビウス、それとももう一人の私。あら、クライン、その頃の私の方が好き、そういうことなの？このホログラム映像が博士があなたに渡したかったものです。彼女はそれを録画していました。彼女が死へ向かう直前に。死？クライン、自分が何を言っているか分かってるの？私にとって死なんてありえない。そうね、私も自分が死ぬなんて信じられないわ。あ、これリアルタイムの通信。クライン、私を騙すつもりならそんな分かりやすいボロは残さないでちょうだい。私があんな姿だった頃、あの頃に起きたことは全部覚えてるわ。あの頃は記憶体どころか古の楽園すら存在していなかった。私が自分にメッセージを残すわけがないでしょう。その方が面白い、そう思わない？傍観者の角度から過去の自分を見つめ直す、そういうチャンスはめったにないわよ。私に感謝なさい、もう一人の私。私自身だったら反論はもう言い終わった頃かしら。もちろんこの映像を見た時、あなたはすでにいろいろ変わって口数の多い人になっているかもしれないけど、とにかくこれが最後だから、気を長くして私の話を最後まで聞いて。いい？もう一人の私。
最後のチャンスとは言ったけれど、何を話していいかわからないのよね。知ってる？実はかなり前から私はこう決めていたの。終焉の到来なんてどうすることもできないふりの口実に過ぎないわ。バカバカしい。バカバカしいってそう思うんでしょ。多くの人たちにとってメビウスは不死なの。どんな死を経験したって生き返る化け物よ。でもあなたならきっとわかるわよね。私たちは本当は誰よりも死を恐れてる。殺されたら死ぬ？いいえ、違う。私はまだ生き返ることができる。ただちょっと痛いし、小さくなるし、一回脱皮するだけだから。融合戦士になったばかりの頃、それが恐ろしいことだと私は気づいてなかった。あの時自分の力に喜びすら感じた。そのおかげで私は無限の命を手に入れ、人類の進化のあらゆる可能性を探せると思った。そう、この姿になるまではね。その時私はあることを意識した。生き返ることは無限の命と同等ではないの。私は死ぬ。本当の意味で死ぬの。だけどそれはいつなの？私が10回死んだ後？それとも100回、1000回？子供に退化する時、赤ん坊に退化する時、それとも肺死、もしくは細胞？わからない。何もわからないわ。覚えているのはそれが私に初めて未知への恐怖を感じさせたこと。そしてその恐怖に、だから進化を追い求めるのと同時に、私は本当の意味で不老不死になる方法を探し始めた。死の影が私に追いつけないようにしたかった。もういい。けどそれに何の意味があるの？あの日の夜中、実験がまた失敗した。ジョカは床に倒れて帰る気力すらなかった。あの時彼女は私にこう聞いたわ。博士は一体何のために永遠の生を求める？と。私は私の知ってるあらゆる言葉を探したけれど、完全な答えを絞り出すことはできなかった。そうよね。一体何のためなのかしら。人はいつか死ぬ。そうでしょ。なら私の執着は一体何のためにあるの？私は初めて自分を疑ったわ。ふっ、愚かね。愚かだって、そう思うでしょ。けれどそれ以上に愚かなことが、最後に本当の意味で私を目覚めさせたのがエリシア。かつて私が一番嫌いだった人の死だとは思わなかった。
彼女の死は私にあることを教えてくれたわ。恐怖に突き動かされ、自分がどこに向かうかもわからない人たち。私が彼らを嘲笑った時は、私自身もその一員だって知らなかった。最後まで気づけなかったわ、私だって。敗者だということに。その時、私はようやく自分の心にあるもう一つの声を聞くことができた。死だけが永遠に変わらないと私につぶやいてた。あなたならわかるでしょう。過去の私なら、今はの際なんて言葉を自分に使う日が来るとは想像もできないでしょうね。もちろん私がその気になれば、終焉の律者だって私を徹底的に殺せるとは限らないわ。説得力がない。そうでしょう。今でも死にそうな顔をしているのに。けどあなたはもう一人の私。自分が嘘をついていないことは説明する必要もないでしょう。文明が途絶えてこの大地が存在しなくなっても、時間の果てに到達しない限り、私には生き返る可能性がある。だけど今はもうそんなことをしたくないわ。メビウスにとって今回の死は最後の死よ。何？やっと無駄話だって気づいたの？まったく、どうして急にこんな話を始めたんでしょうね。自分がもうすぐ死ぬってそう感じたのかしら。これはあなたに残すメッセージなのに、メビウス。私の前で無限の可能性がある規定の終点に向かって収束しようとしている。終焉の降臨。もうすぐこの世代は何もない荒漠になるんでしょう。そんなこと全然気にしないけれど、やっぱりそうなる前にこのメッセージをあなたに残すべきだと思ったのよ。ハイヘビもクラインもこの話を聞いたらきっと私の気持ちを理解できると信じてるわ。けどあなた、もう一人の私に対して私は少し不安なの。あなたと私が直面する状況は同じじゃない。無限の道はまだあなたの前に伸びている。誰もあなたに干渉できないし、あなたの代わりに選択する資格もない。たとえ私、あなたを想像したものでも例外じゃないわ。
もちろん、あなたはメビウスよ。もし最後にあなたがメビウスの道を歩いて私になることを選んだら、それもあなたが無限の可能性の中から自分の意思でした選択よ。何があってもあなたは自由なの。博士、休眠装置がもうすぐ起動します。こちらに来てください。ええ、わかった。すぐに行くわ。どうやら私が徹底的な敗者とは限らないみたいね。無限の可能性、自分の間違いに気づいてから、確かに私は二度とそれを所有できなくなった。だけど私はこの手でそれを想像した。そうでしょう。ハイヘビを通して、クラインを通して、そしてあなたを通して、あなたたちがした選択は私の無限なのだから、はあ、あなたがこのメッセージを見るのはいつの時代なのかしら。数千年後、数万年後、それとももっと先の未来。私の知ってるすべて、私たちの記憶の中のすべては、あなたがこのメッセージを見た時代ではもう。だけどあなたにとってすべては始まったばかりよ。あなたは私が作った最も完璧な作品、一番特殊な存在なの。あなたが誕生した時から、あなたは私の人生の夢を叶えてくれたわ。メビウス、この世界のもう一人の私、私とちゃんと別れを告げましょう。冗談じゃないわ。あなたが本当の私なら、あまりにもがっかりよ。無限を選択？ふっ、なんて無様。私がしたいのは無限を超えること、すべての可能性を超えることよ。あなたの道なんてその中にある、取るに足らない道。あなたは、クライン、何よその目は。まさか私が生意気な口を叩いてるとでも思ってるの？まさか彼女が死を選んだのは本当に自分自身の意思だって思っているの？何を言って、あなたは何も気づいてないみたいね。よく思い出して、クライン。彼女が最後に古の楽園に来て記憶を同期したのはいつのことかしら。それはエリシアが
まさか。あら、さすが私のお気に入りの助手ね。理解そう。動機が行われた時、私はその隙に彼女の記憶に小さな種を埋めたのよ。ありがとう、クライン。今日あなたのおかげでやっと知ることができたわ。その種はとうに芽生えただけじゃない、豊作だってことをね。あなた、どうしてって、もう一人のメビウスになりたくないからよ。私はこの手で、もうやり遂げたわ。私はもう自分を、クライン、私の自慢の助手、今でも私を説得してやっとこの陳腐な干渉劇を終わらせることができそうね、クライン。どうしてそれを最後まで見たと思う？蛇は獲物を見逃さない。待つことが一番得意だからよ。昔はこのエリアのデータが消えてる。さっきの時間、あなたはずっとこのその通りよ、クライン。あなたが私から勉強しなければならないことは。けど安心して、あなたには大して影響ないわ。多くても軽いデータ破損くらいだから。記憶喪失みたいな症状が出るかもしれないけど、別に悪いことじゃないわ。だって新しくできた律者のあなたの友達が絶望の中でどう消えていったか思い出したくないでしょ。まずい。律者のお姉ちゃん、ごめんね。まさかこんなことが起こるなんて私も思わなかったわ。観客としてくだらない茶番を見せてしまってごめんなさいね。てっきり私は部外者だと思っていたけどそんなはずないでしょ、律者のお姉ちゃん。あの、でもね、私の実験室で人岡ムラットさんはお仕置き。じゃあさよなら、律者のお姉ちゃん。今日できなかった楽しいことはまた後日再会しましょう。もちろんあなたが生きてここを出られることが前提だけど。メビウス、待って。実験隊、もう追わないで。あのエリアはすでに消えたし、博士もここを出たんだ。まだ時間がある。楽園を出る方法を探す。この転送装置も。クライン、あなたはよく確率を使って私に危険度を教えてくれたわね。なら今私たちが生きてここを出られる確率はどれくらいかしら？ゼロだ。分かったわ。励ましてくれてありがとう。励まし？成功率はゼロなのに、あなたはここを出る方法を探してる。やっとケビンの言葉が分かった気がするわ。私はあなたを、そして私自身を信じてる。そういうくだらない数字よりもずっと。支配劇場の時のように今回も成功するかしら。あなた、律者の力を放出してる。ここは記憶によって構成された空間だ。律者の力は。そんな。ああ、彼女。あなたの力のおかげで、彼女はここに気づいた。いい。とにかくまずここを出よう。出ないと。
少し自分の運命と向き合うと決めました。それはないわ、メビウス。これほどあなたや私が興味を持つ存在を、そうたやすくあなたに渡せるわけないでしょ。エリシア、独りよがりにもほどがあるわ。あ、そうだ。あなた、ずっと私にピンクの服を着せたがっていたでしょう。今日は機嫌がいいから、もし彼女が生きて楽園を出られたら、今すぐ着替えてあげるというのはどう？いいわね。着替えてきたら？やっと戻ってこれた。ほらね、メビウス。言ったでしょ？可愛い乙女心にできないことはないわ。ありえない。どうやってここに戻ってこられたの？さあね。もしかして、運が良かっただけかもしれないわ。うん。冗談じゃないわ。あなたなのね、エリシア。ち。ん？メビウス、まだ行かないで。あらあら。振り向かずに行っちゃったわね。一体どれだけピンクの服が嫌なのかしら。あんな風に怒るなんて。けどプンプンする彼女も結構可愛かったわ。フグみたいに頬を膨らませてプンプンって。どう思う、メイ？メビウスの本当の目的を最初から知ってたの？あら、メイ、どうしてそんな風に思ったの？知ってたらとっくに助けに行ってたわ。私とメビウスの会話、途中からしか聞こえていなかったでしょ。彼女はイニシエの楽園を出られると思って私に全てを打ち明けたの。なんというか、飼い猫がカーテンをボロボロにして得意げにそれを自慢してるみたいな感じかしら。そのメビウスがこの場にいなくてよかったとしか言えないわ。彼女がいたらそんな風には言わないそうね。猫じゃなくて蛇に例えて口にするかもしれないわ。どうかしら。メイったら、そんなツンとした顔しないで。戦闘はもう終わったでしょ。あなたはまた英傑を倒した。昔なら想像もできないような大事件よ。それに、彼女は私よりもずっと本気だった。見て。ええ、だからね、メイ。もっと自慢して喜んで、ジャンプして歓声を上げたっていいのよ。それとも、実は私を待ってた？私からハグしてほしい、とか？いいわよ、メイがそのつもりなら。遠慮するわ。別に喜ぶ必要はないもの。英傑たちと戦うことは、私がここに、最初から私は真相を探るためにここに来たのよ。その点に関しては、ずっと変わっていない。ただ、メビウスのような伝承と同時に別の企みがある英傑はもしかしたら一人じゃないのかもしれない。そう最近やっと気がついたわ。例えばあなた、エリシア、あなたの本当の目的はその手にある矢を私だってメイと同じ傍観者として、あなたがイニシエの楽園にもたらす変化とサプライズを静かに見守る。そうしているだけで
今度はどうしたの？ラットさん、用がないなら邪魔しに来ないで。何を笑っているの？エリシアが言っていたの。彼女あなたのためにピンク色の服を用意しているらしいわ。明けだから彼女にちょっとしたアドバイスを。何ですって？どうしたの？ラットさん、そんなに暇なの？そろそろ呼び方を変えるべきかもしれないわね。実験を受け入れることについてはあなたの望み通りになったわ。けどあなたは絶好の機会を逃したの。私が気になっているのはあなたがこれからどうするかってところなの。実際そんな簡単に諦めるような人には思えないから。あまり自分のことを買いかぶらないようにね、ラットさん。私は無数の失敗を経験してきたわ。安心して。これ以上あなたをどうこうするつもりはないわ。あなたはあのムカつく女と同じように、もうお気に入りのラットさんじゃないから。でも最近あなたはあまり表に出てこなくなったでしょ？また裏で何かを企んでいるんじゃないかと疑う。信じようと信じまいと。それにあなたのおかげで意図的に隠されていた欠片を取り戻すことができたんだし、本当に偉大な実験があなたの体の中で成功していたことにやっと気づいたわ。あなたは全く気づいていないようだけど。
あの時人為的崩落についてはある程度理解していたけれど、メビウスが見せた姿は予想外のものだったわ。想像力豊かでしょ。その口ぶりからするとあなたはああいった変化に異を唱えたことがないよね。不思議に思うかもしれないけど、私は火を追う賀に入った後何かに反対したことはないの。何度か断固拒否したことはあるけれど、それとこれとは話が別だと思うわ。それにパイオニアという側面に限って言えば、そういうのもとても。そういえば融合した崩壊獣についてあなたが話してくれたことってほとんどなかった気がするわ。ええ、だってパイオニアという点を除けば崩壊獣ってほとんどの面で、だから少なくとも今私が持っている記憶の中でもほんの数回しか使ったことがないの。一人でいる時にあの姿を確認しようとした時も含めて、もちろん私の望んでいたものとは反対の結果となって大きなトラブルを引き起こしたわ。幸い、トラブル？それって破壊力が急激に増したからかしら。そうじゃないと思うわ。私が思うに、体は巨大だけどボールナの因子は戦闘に適したタイプではないわね。理由はあの巨大さよ。